うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。エレメンさん、服ありがとうございます。ヤスルパンさん、クマありがとうございます。ミキヤくん、猫ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日も22時になりました。よいしょ。ケンさん、かわいいギフトありがとうございます。あ、ヤンマガのチェキ応募するためにハガキ書いてますってね。そろそろ書かなきゃ、締め切りまで。あ、移動中。お、あ、明日来れるんだ。22時の女、22時の女。明日よろしくお願いします、よろしくお願いします。え、22時にはまってないよ。なんかみんなでも22時が一番いいって言うじゃん。私が9時とかにしたらさ、ね、早い、早いって言ってくるじゃん。年賀状のお年玉抽選結果出た。あ、マジ？見なきゃ。髪どんなケアしてるのって。え、なんか今ヘアオイル塗りました、こうやって。今日は何もつけてなくて今ヘアオイル塗った今ね。今22時、まあ22時が楽っちゃ楽ですね。結構夜じゃん、ね、自分の時間をたっぷり過ごした後の22時、結構もう一日遊び尽くして22時みたいな、ちょうどいいっちゃちょうどいい。今日歩いたよ、めっちゃ。多分結構歩いてると思う。1万3000とか。たっくん、たこ、ありがとうございます。年賀状あるから行ってくれよ。当たってるかな、当たったことないけどな。でもあれだけあって当たんなかったらね、やっぱ当たんないんだなってなるよね。後で見よ、あっちに置いてある。来月から市内に引っ越しが決まりました。そうなの。じゃあ公園とか来やすいじゃん。こんばんは。たまに22時は力つけて寝てしまいます。まあそんな時もあるよね。9時頃が一番眠いもんね。なんかお仕事から帰ってきて、切手は33分の1で当たる。じゃあ当たるかな。こんばんは。長い時間歩いて疲れる時あるって、
あんまり疲れんね、歩くだけじゃ。出かけてました。今日もクアトロから30分で帰宅しました。近い。車？電車？バス？ウォーキング偉いね。ウォーキングした。今日の前髪何点？今日何もしてないよ。分かんない。40点ぐらい。今日もすっぴんです。年賀状当たったら教えてください。後で見てみるわ。もうちょっとしたら。こんばんは。服部さん、かわいいギフトありがとうございます。近所の公園行く感覚で公園行ける人うらやま。公園感覚で公園、公園感覚で公園。こんばんは。さっき私はパイナップルをね食べたからさ、なんかめっちゃ口の中がヒリヒリする。パイナップル。いい感じに舌がしびれてて刺激。バイバー。そう、原因はシロップ。そうでもなんか舌が痛くなる食べ物、フルーツパイナップルらしい。調べたんですよ。フルーツ舌が痛いみたいな。そしたら舌が痛くなるフルーツってあって、パイナップルって書かれてあって、そう私はシロップだけどパイナップルもらしい。パイナップル一般的にそのまま食べたら舌が痛くなるんだって。人が多い。アレルギーじゃないですよ。一般的にそう分解成分がそう入ってるから、舌のタンパク質を落とすらしい。だかららしいです。パイナップルたくさん食べたらみんならしい。アレルギーとかじゃなくて、そう一等まだ見てないよね、年賀状。一等は何人に当たるの？一人。電子マネーは欲しいけど、そんな届けメイクしよう。こんばんは。
酢豚にパイナップルが入ってるの許せないって、なんかそれ昨日ぐらいに話した気する、その話題。昨日同じ話をした気がする。一昨日かな。お、服部さん招き猫ありがとうございます。今ローソンで肌にいいパイナップル買った帰りですが、何肌にいいパイナップルって。一等は100万に1枚100万枚に1枚肌にいいパイナップルって何。スタバの新作、え、今日からだよね。今日行こうかと思ったんですよ。でも明日公演だから今日はやめたの。偉くない？チョコとホワイトチョコの新作、17日からだから、もうそう発売日っていうか当日に飲もうかなって思ったけど、今日は明日公演があるからやめたのです。えらい。100万枚に1枚なんだ。宝くじね、宝くじみたいなもんかなってね。結構なんか当たらんね、それは。すごい、そんなに。いや、公演前も全然行くんですけど、ちょっとやめてみた。今ダイエットしてるし。スタバをね、一杯飲んだだけで結構お腹いっぱいになるから。今日はやめといた。100万枚、なんかもう年賀状送る人すら減ってるからさ、そんなん全然当たらんやん。100万枚もちもち。こんばんは。100万枚送るなら、100万枚送ってもね、送ったらね、当たるために100万枚買ったらさ、なんか別に20万とか30万当たっても嬉しくないじゃん。100万枚買ったら。小鳥さんだるまありがとうございます。明日の四国公園行きますって待ってます。明日夕方です。広島市民全員かね。そう、年賀状文化が薄れてきてるから、そんなにね。もう一家庭に数枚しか届かないもん最近。こんばんは。1477。
余った年賀状でチェキ当てますって。そうね、藤庵さんレインボースター、ありがとうございます。そうね、ヤンマガも明日は DMM 最善で見るねって、見てね。でも明日は生誕だから私はあんま映んないよ。私はあんまり映んないわよ。今日はなんかいいことありました？ないです。地域は B20 本選んでみました。言っちゃうのね、言ってくスタイルね。あらって、いいことなんてないよ、普通に生きてたら毎日あるの、あった方が珍しい。配信見れたのでよかった。いいですね、そう小さいこと。お昼ご飯が美味しかったとかないですか？でも今日は夜ご飯を食べに定食屋さんに行ったら定休日で空いてなかったとか。そんで食べるもの困ってまたうどん屋に行きました。うどん屋さん、そう水曜定休日だったんだ。最近行ってなかったからさ、定休日とか忘れてて。水曜が定休日、こんばんは。うどんにした、うどん食べ過ぎじゃないみたいな。最近今週は2回目。まあうどんは美味しかったですけど、そう一人外食ですよ、一人外食。そう鍋焼き、いつも一人外食です。やすべえさんだるま、ありがとうございます。だるま、でも私は定食屋の気分で行って空いてなかった。他にもなんかないから適当にうどんにしただけなんです。定食を食べようと思って家を出たんです。そうお米の口だったの。好きなグラビアアイドルの質問ゆきりかにしたけどよかったかなって。私グラビアアイドルじゃないけどな。まあそんな細かいとこまで見てないと思うから大丈夫だと思うよ。外食はだいたい同じところに行くことが多いですか？まあそうですね、そうなのかも。歩きだからさ行ける範囲もあるので。別の定食屋ない、あんまり遠くまで行きたくないから。そう近場でってなったらうどんも結構遠いんですけど、意外とないんですよね。こんばんは。
漬け。広島はうどん屋もいいんですよ。定食屋があんまりないんですよ。そう、本通りまでなんか行ったらそりゃ食べるところはあるだろうけど、ちょっとした夜ご飯のために出ただけなので、ちょっと街へみたいな気分ではないので。エディオンの近くにうどん屋さん、そう、あれはさぬき屋。ウーバーはあんましないですね。そう、町へ行くほどまではもうこの感じで出てったので、ちょっとそこまでの感覚で行っただけなのでね、人混みに。ファミレス？え、でもなんかガストがなくなったらしいんですよ。そう、行ってた。なんかだから定食屋とかめっちゃ減った。ご飯ね、また再販あるかなって。あるんじゃない？3月まであるから。お話し会ガストがなくなって、でそう、ガスト結構一人で行きやすいんですけどね。だからうどんって行きやすいじゃない、一人で。韓国料理とかもあるんですけど、韓国料理は結構一人で行きづらいので、うどんは行きやすいからやっぱうどんになるんですよね。うどんか定食屋かね。韓国料理はちょっとね、一人はギリ行きづらい。なんかふむふむ、困るなって。でも本通りのガストじゃないよ、なくなったのは。本通りのガストはあるよ、地下のやつ。牛丼屋さんは行きやすいよ、一人で。そばはあんま食べない。最近牛丼行ってない。でも最近はそのむつこいものをあんま食べてないんですよ。そのなんかちょっと優しいうどんとか定食、卵オムレツ定食とかで、その前も鍋焼きうどんでしょ。あ、オムライス食べてるけど昨日。そう、優しいものしか食べてない。マックとか牛丼とかは食べてない。フェルンに似てる。フェルン、そう、胃に優しいもの。もっともっと言ってない。ジャンクフードとかそう控えてる。ハンバーグ、こんばんは。いつまでダイエットするのって聞いてる。痩せてるんかな。もう最近体重計に乗ってなくて、今年まだ乗ってない。今年はまだ乗ってないですね。広島って立ち食いそば店少ないから困る。立ち食いそば店欲しい。逆に座って食べたい。なんか飲食店入ったら座ってさ、なんかちょっとゆっくりしたいじゃん。
顔がほっそりして見えます。でも今日結構パンパンですよ、昨日より。今日は多分むくんでますよ。ね、松山空港にありますわ、立ち食いうどん。でも座ってさ、ゆっくりしたいじゃん、そのご飯来る待ち時間とかも。キャッシュレス派ですか？そうです。ペイペイ、キャッシュレス？ペイペイです。お財布も持ってるけど、最近はもうカバンすら持って出歩かないんですよ。コートにお財布入れて携帯でもうそこで出て行ってます。カバンすら持ってかない。お財布と携帯があればと思って。あとエアポッツ。ね、カバン持たないね、人間に。カバン不要です。右ポケットにお財布、左にエアポッツ。でも櫛とか入ってるけどね、櫛とかリップとかその他は。現金派？でも現金さ、なんかペイペイとかになれたら出すのがめんどくさくなるんですよ、レジで。カバンから出してみたいな。ペイペイでって言うだけで早いから。そう、ブランド物のバッグは普段は持ち歩かないね。すっぴんだもん。おしゃれしてる時ならわかるけど、おしゃれしないよ。レシートもらって困る。レシートね、お財布はたまにさ、ダメな時あるじゃん、その時に使う。あ、ここ使えない、現金だけみたいなとこあるんですよ、その時に使う。でもあんま使わんですよ。小鳥さん、ハートありがとうございます。コーヒーを奢ってって、コーヒー確定申告。そうだね、3月だっけ。そうだ、私の行ってる定食屋はペイペイ行けるんですよ、便利だから。携帯持って出れば、でも携帯持って出ればいいやってなるけど、やっぱお財布がないと不安なんですよ。だからいくらペイ派だと言っても持ち歩く、お財布も。定食やペイペイ使える券って分かりきってるけど、なんか怖いから持ってる。コンビニ行くときどんな格好で行ってるの？こんな格好。マジこれ、今日これ。これに上着とか、マジこんなんです。全然おしゃれしないよ。遊びに行くときとかはおしゃれするけどね、メンバーとかと。一人外食とかはもうこんなんです。全然、もうしかもすっぴん。なんでもいいやみたいな感じです。ね、今めっちゃペイペイ使える。スタバも使えるし、そう、どこでも使える。うどん屋でも使えるもん。スーパーも使えるし、スタバでも使えるし、
コンビニも薬局も使える。こんばんは。やあやあ。ペイは請求見るのが嫌で現金が多い。ペイ、こんばんは。でもペイペイはね、ちゃんと一回チャージしてから使うやつやけんさ、銀行とつながっててそのまま引き落としみたいなんじゃないから、ある程度なんかチャージしてそっからみたいな感じ。直接銀行からポンポンじゃないので、まだどんぐらい使ったか自覚あり。なんだ、ペイペイ銀行の口座あるから簡単にチャージできる。え、ペイペイにさ、私も口座つなげてるけどさ、一回チャージしてから使うじゃん。だからなくなったらもう一回チャージ一回せんという感じじゃん。なんかカードみたいにそのままどんどん口座からじゃないから、なんか一回だからその数万ってチャージしてなくなって、また数万ってチャージしてなくなってみたいな感じだから、どれぐらい使ったか意識持てるじゃん。一回一回チャージ、あ、オートチャージにしてたらやばいけど、一回自分でチャージしないといけないので、こんぐらい使ってるなっていうの意識持てます。オートチャージにしてたらもうやばいね、それは無限に引き落とされるけど、オートチャージにしてなかったら一回一回自分でチャージを押さんといかんので、そう、あ、なくなってるみたいな感じで、そう、え、オートチャージは怖いよ。そう、私も口座つなげてるよ、アプリで簡単にチャージできるけど、オートにしてたらそりゃね、ちょっと減るたびにまた増えるんですよ。でも私はオートチャージにしてないから、そう、この前チャージして、あ、なくなってる、またチャージみたいな感じで金銭感覚ギリ壊れないですよ。なくなって自分で追加するから、お金の使いすぎには気をつけてって。なんかあったんですか？オートチャージは怖いよ。カードは毎月の請求見て反省してますって。
うん、私も昨日カードの明細見た。なんか X でカードが不正利用されてるみたいな投稿が流れてきて、私は大丈夫かなと思って確認したアプリで。気になるよね、今めっちゃバズってるじゃん X で。なんか6780円ぐらいがババ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 って悪用されてて、ゲームにそれが流れてきてね、こまめに確認しとかんといかんのかなと思って見ました。こんばんは。ね、ずっと確認してなかったらね、そう。こんなに請求来るわけないって思ったら心当たりがあった。あら、自分も昨日見ました、悪用されてるな気がしましたって。ああ、請求がいっぱい来てたってこと。私請求アプリだからね、自分でちゃんとログインせんと見えんのよね。届くやつじゃないけんさ、家に。あまいもログインしないと見れないよね。6170円の請求5件。なんだろうね、悪用じゃない。あ、届かないんが普通なんだね。やっぱアプリで見ないといけないよね。うどのさん、福ギフトありがとうございます。福、クレカの番号覚えてないよ。でもね、なんか何回かネットショッピングとかしてたら、なんかまとめたらそんな額だったんだみたいな。軽いネットショッピングを数回してね、その合計こんなんなんだって思う。年末年始買い物しすぎた。まあいいよ、年末年始だから。わかる、私もでも最近めっちゃネットショッピングした。トゾタウンとか。なぜか番号を覚えてしまってます。へえ。1日打ってるんじゃ。じゃあ私はもうコピペなので全く覚えてない。1日打たない、もうメモとかに書いてて、コピーペーストコピーペーストね。今日やっと買ったメガネが来ました。めっちゃ見えるよって。よかった。私もメガネ欲しいな。覚えてしまった、すごっ。何桁あるんやろあれ、めっちゃ悪くない数字。すごいね。覚えるのすごい。
な、私の弟は Wi-Fi のパスワードを覚えてて、あれもむずいじゃん、覚えるの。Wi-Fi のパスワード、ちょっと長めのさ、家とかも16桁ぐらいある英語と数字混ぜこぜのやつ。一回 Wi-Fi のパスワードわからんくなって、パスワードわからんみたいになってた時に、弟が覚えてたんですよ。え？みたいな。英語と数字混ぜこぜのやつ。ね、びっくり。ね、え、なんで覚えたみたいな。え、何回か打ったら覚えたみたいな。弟くん賢くはないです。たまたまやと思う。ね、すごいよね。こんばんは。そう、16桁ぐらいあるやつ。学校も、学校行くまでになんか登校しながらとか、テストの勉強をしてギリギリまで、ギリギリまでギリギリまでみたいな。そう、体を動かす以前に動画を見て覚えちゃうの。そうね、動画でなんかどの位置に行くかなっていうのを覚えて、あ、右行った左行ったみたいな。その後振り、今日シンポジなんですけど公演出れますか？それは無理じゃない？さすがに。だってどんだけ時間があるかによるけどさ、見返す時間がなくない？全部。それは無理じゃない？さすがに誰でも。ね、2.5期でも無理だと思うけど。1からだったら。振りが違うんですよね、場所によって。だからそれを全部見返せる時間がないんじゃない？それはないですね。さすがに数日前に言われる。振りが違うのと、番号を覚えるのと、ね、多分無理ですよ。歌割り覚えるのと、さすがにそれはないですよ。さすがにね。だから穴あきでやってるくない？急に休む人がいたら。やったことある人がいたら入るけど、そう。それか、数日前から言われてる。歌割りは歌割りを歌詞を見たらいい。歌割り歌詞カードみたいな。なんかデュエット曲とかさ、出るじゃん。歌詞どっちが歌うかみたいな、そんな感じの歌詞カードがあって、普通に。られてる。まる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 。でも歌割りはさ、動画見てたらわかるよ。そんな見なくても。だって前に出て片手で踊ってるやつが歌割りじゃん。だから歌割りはわざわざ確認しなくても、ダンス動画見たら一緒にわかる気する。
前の方に出て片手でやってるのが歌割りみたいな。動画見たらわかるかも。歌割りの振りを踊ってるから。そうだね。いいや、ゆきさんって。私は全然できないよ。私は全然できないよ。そう、振りと一緒に。私は全然できない方だから。普通ですよ。でもそれは当たり前のことなんですよ。でも私ができるわけじゃなくて、みんなできるんですよ。歌わり忘れたことはあんまないけど、たまになんかないね。素晴らしい。素晴らしくないよ。みんなやってるんだよ。当たり前のことなんだよ。当たり前のことです。私がどうとかじゃなくて、私は良くないんですよ。直前に覚えるタイプなんで。早く覚えてくる子もいるもんね。そっちの方がそりゃいいんですよ。でも私忘れちゃうからね。私のやり方は私に合ってるんですけど。こんばんは。復活？え？ダウンしてたの？明日が楽しみすぎる。明日は夕方ですよね。テンプレコメントのヤーが復活してる。え、ヤーは結構前からあるよ。ここ最近の話じゃないけど、ここ最近いじってないよ。ヤーは前からあるよ。
明日は18時半から。四国のフルでも久しぶりなのか。四国のフルそうでもないっけ。フル四国の参加率高い。こたつないですよ。あ、私が置いたから。膝。こんばんは。フル四国ね、たまにしかないけど、確かに出てる。足がしびれた。足がしびれた。古四国。あ、10月？じゃあそんな3ヶ月ぐらいか。足が痺れた。で結構狭いスペースで配信してるからさ、やっぱソファーがいいんかな。でもあっち暗いんだよね。あそこ狭いからね、足をね折ってるから。会議用個室。そう、ジョイライトが壊れたんですよ。だから電気の下で配信してるの。今まではねライトがあったけんさ、あそこでも影になってる気する。ちょっと暗い気する。顔がピンク色になった。暖房がちょうど効いてきました。配信始まる前はね14度だったんですけど、今23度まで上がりました。まあライトがないのと、ここ暖房が当たりやすいっていうのもあるし、まあやりやすさ的にはそう。14度。明日は雨なので少し暖かい。へえ。最近雨降ってないな。夏も一時期この価格。嘘、ここで配信するのは初めてだよ。サラビとコラボの時にね、ドアのところで。ここは初めてです。明日からしばらく雨。そんなの、そんな感じしないけどね。傘いらないでしょ明日。でもまあ私が帰った後とかは雨降るよ普通に。
晴れ女だからといって、私が家入ったら降るんで、普通に私が家帰ったら降るよ。葵さんの生誕祭盛り上げるのは理科だって自己紹介してください。もう自己紹介ね、なんかふざけたいなと思ったけど、よく考えたら私が自己紹介するとき福田さんしかいないんだよね。葵さんいないんだよね。二人しかいないんだよね。あ、福田さんとの MC がある。何喋ろう。何その声のストーン。いい意味でさ、波長が合わないからさ面白いじゃん。なんかいい意味でさ波長が合わないんですよ毎回。福田さんがわーって来るからさ、わーわーわーみたいな感じで来るからさ、電車バットやめてください、聞かないで。こんばんは。私がそのテンションになれないんだよね、落ち着いて人間すぎて。イエーイみたいな感じのテンションでね。うどんと猫の子。葵さんじゃないわ、福田さん歌ってたわ。今日カラオケ配信のね許可を取ったんですよ。21日の何時にしよっかなと思って、時間もね言わなきゃいけないんですけど、どうしようどうしようと思って1分ぐらい悩んで8時からにした。7時ぐらいにするべきか、それとも9時かなって、40秒ぐらい悩んだ。7時、カラオケだから7時ぐらいがいいかな、でも9時でいいんかなみたいな。結局8時にしました。8時、ちょっとだけ悩んだ。7時からするべきか、9時ぐらいでもいいのかみたいな。でも日曜の夜遅いのさあんま良くないかなと思って、8時。運
ネさんはずっと見てないよ。カラオケの音源のなんかバンされないように許可を取るだけです。なんか音楽流したらさ、バンされるじゃん。だからこの時間はカラオケにいるからバンされませんみたいな感じの時間して、だから見ててくださいみたいなやつじゃないから、音源流しますよっていう時間です。バンしないでくださいねっていう許可。キツネさんタコありがとうございます。そう、許可だけだよ。許可したらバンされなくなる、音楽流してもし、家以外で配信がダメじゃん。だからカラオケにいても許可取ってるからバンされませんよみたいな。カラオケそういう許可です。マネージャーさんが付きっきりで見てるとかはないですよ。カラオケはグループのしか歌えない。そうですね、48グループと坂道さん、イコラブさんとか。秋元さん系とか指原さん系とかです。カラオケ会社はどうだっけな。まあアイドル曲だったら結構いいと思うけど、そうイコラブさんとか歌える。だから意外とねアイドルだったらいけると思う。なんかあったっけな。カラオケ配信はまあ2時間ぐらい、一応3時間でと撮ったけど、なんか伸びてもいいように、2時間ぐらいですかね。一応8時23時で予約した。許可はカラオケ自体はバックで予約するから朝5時、夕方から朝5時ぐらいまでの。こんばんは。朝まで、夜はさ朝までパックしかなくない、なんかないんですよ。なんか夜は2時間3時間とかで予約するより、しかもパックの方がお得なんかな。なんかパックに誘導されるよ、パック、うん、ね。でも8時から配信って言ったらさ、7時半には行って支度せんといかんじゃん。だから実質カラオケにはまあ7時ぐらいからいるとして、そう夜はなんかパックみたいなのがあって、
パックになっちゃう。昼はね2時間でみたいな、3時間でみたいな感じでカラオケするけど、夜3時間とか言ったらパックになるんですよ。夕方から朝までみたいな。パックでも一人でそんなに歌えないけどね。この前3時間ぐらい歌って、もう日曜混んでない？でも日曜の夜だから混んでないんじゃない？日曜の夜だよ。明日仕事だよ。月曜日。だから大丈夫だと思うけど。ネイルが剥げそう。仲間ですねって仲間にしないで。明日は公演だから透明のにしたんですけど、透明のやつが取れそう。最近テレビドラマ見たやつ、なんか始まってるんかな、もう新ドラマ。まだ見てない。もう始まってる。へえ、まだ見てないですね。ビバント、何も見てないよ。何も見てないよ。はじめまして。はじめまして。よいしょ。あっ、吉高由里子さんの大河ドラマはお話し会の帰りのバスで見たよ。お話し会の帰りのさ、流れてた。8時でしょ、日曜のテレビが流れてて、見てたら、あっ吉高由里子さん出てるってなって、集中して見てた。第2話見ました。見た見た。8時からなんだよね、珍しい。早いね。だいたいドラマって9時とか10時じゃん。8時ね、なんか昔の、ね、見た見た、この前見た見た。うすたかえりこさん知らないって誰？パステルさん、だるま、ありがとうございます。だるま、薄高えりこさん、薄いが入っとるやん、わざとやん。吉高えりこさんのこと、薄いに影響されすぎやん、それ。
そりゃ知らんわ、安高恵理子さん。いや、ヤッホー。女優やってみたいんですかって、そんなに、そんなにかな。こんばんは。舞台は、私舞台はできない気するんですよ。向いてない。こんばんは。何が一番向いてそうは、そう言われたら何も向いてないっちゃ向いてないんですけど、声張るの苦手って、声張るのが苦手っていうかは、演技力とか、やったことないからね。やっぱ演技やったことなければただの一般人と一緒ですから。私も一般人。落語ミュージカル、ミュージカルは難しいんじゃないかな。まあ、まあね。朗読、朗読。目が乾燥する。目開けてたら。ASMR？ 新しいジャンル。ASMR。まいちさん、ハートありがとうございます。卒業したら女子アナ目指してみる。もう遅いですね、アナウンサーさんは。ちゃんと最初からやっとかないと、勉強とか。ささやき系 ASMR、 なんだ、寝落ち枠、寝落ち枠のツイキャス。
前の夢はゆきりかといちごちゃんとノアピの3人で3人のグラビアを見ること。いちごちゃんとノアピ細いじゃん。深めの時間帯のラジオ番組、そうね。寝落ち役はハムボじゃなくてささやき系です。ハムボはなんか釣り配信者みたいなイメージある。ゲーム配信者、アナウンサー、すごっ。アナウンサーってさ、なるのめっちゃ難しいじゃん。でも私は自分の声が好きじゃないし、滑舌も良くないし、向いてないですよ。いい声じゃないんですよ。滑舌、ゲーム配信はしたくないですよ。みんな自分の声嫌いね。そうだよね、そういうもんだよね。なかなかね、好きになれないよね自分の声って。何も気にしなければいいんだろうけど。ね。そう、自分自身の声は大体みんな嫌いなんですよ。だからそう。ね。声が嫌すぎて喋るのもためらう。イケボになりたかった。頑張ったらいけるんじゃない？イケボ。イケボ？アナウンサー、アナウンサーね。私噛むしな、多分読もうとしたら台本。訓練しなきゃ。めっちゃ難しいじゃん。時間内にさ、読むじゃん。ゆきりかの配信は声で持ってると思います。なんか悲しいなそれ。イケボって何の略？イケメンボイス。顔目当て、面白さじゃないの？そう、トークで持ってるって言わなきゃ。キャラクター目当て、そうそう。面白さでした。あ、トーク力、イエーイ。それは褒められた感じする。ゆきりかの配信が持ってるのは声だよって。まあ居心地がいい。夜にあったね。そうね、夜テンション感。これ昼にやられたら多分違うんだろうな、このテンションで。昼には見たくない配信。朝か夜やな。今日はどんな話で笑わせてくれるんだろうって聞きに来てますって。でもそれはハードルが上がるな。ハードル上がりすぎて配信回せなくなる。あー、今日は面白いネタがない。配信ボタン押せない。ね、
カズーイさん、ココアありがとうございます。表情、まあでも配信はね、そうね、コメントがおもろいっていうか、コメントがないと成り立たないからね。やみかけ V ちゃん、もう配信が押せない。新人アナをタクシーに乗せて千葉から東京まで毎朝行ったことあるけど、千葉から東京大変だね。割と距離ある。コメントと、そうコメントと、そう私のね、斜めから流れて面白くなる。聞いてるだけでなんだか落ち着きますって、よかったです。安眠できそうですか。アナウンサーさんとの出勤時間に真逆。そうね、もう寝てるよね普通アナウンサーさん。安眠しそう。あかんやんそれ、安眠じゃなくて。新人アナを一度送迎してみたい。どんな、ね、朝の番組超早いもんね。ムーミン、安眠、エイミン、ムーミン。目覚ましとかそろそろ起きる。え、それは早いんじゃない？ 2 時とかじゃない？なんかアナウンサーの1日みたいなの見た。なんか2時起きとか1時2時くらい1時とかなんじゃないかな。どうなんだね。2時ぐらいが早くて1時半とかなんかで、1時半か2時ぐらいに起きてるのを見てやばって思った。何時ぐらいから寝るんだろうね。8時とかかな。まあ早い人は1時半起きとかだったね。その朝が終わったら寝るんかな、帰って。どうなんだろう。朝のニュース終わって帰って寝てたら生活リズムが狂いそうだよね。夜寝れなくなりそうね。そのまま普通に一日過ごして、寝る頃ね、寝る頃ですわ。ね、私たちはね10時から配信してるからさ、みんな配信見てる人も寝るの遅い。明日朝起きれるか心配で。はよ寝なさい。じゃあね、ランチがディナーのテンション。そうね、ニュースしてきたばっかだもんね。おはようございます。ランチ、モーニングからもう夜のテンションいけそう。モーニングからディナーテンション、おはよう、おはよう。友達に、仕事終わりだもんね。
コマナのモーニングの時間帯にガッツリメニュー頼みそうね。チキンも土曜日早起きれるか心配。そう、私は夕方ですね。そんな早くないです。大阪夜勤明け吉野やね。モーニング頼まずに普通に牛丼大盛りで朝から夜勤明け大阪。そう、全部夕方ですよ私。お話し会は全部すみっこもある。ああ米だ。もう終わってるんじゃない？結構前じゃない？あれ、うんうん、夜勤明けの吉野家のテンション。え、でも寝れないことあるからさ、朝早すぎて。そういう時は朝から結構がっつり食べれるんで、わかるよ、なんとなく。朝の早い仕事とか寝れなくって言ったら朝からめっちゃお腹空いてて、もう朝から全然がっつりみたいな。ラーメンとか食べれる。寝なかったらね、お腹空いてる。朝ラーメン。牛カルビ丼。どこの？吉野家？牛丼かすき焼きしか食べないからな。カルビ丼か。へえ、そういうのがあるんだね。うん。23時36分。あともう少しです。あともう少しで今日も終わりです。こんばんは。朝うどんは余裕じゃない？うどんって優しいじゃん。まあ何うどんかにもよるけどさ、うどんは余裕です。公演よろしく、よろしく、よろしく。ユースキー1億食？へえ、そんなない。こんばんは。あ、決済木曜まで、明日までだよ。お話し会の決済明日までです。1億食、やばいね、めっちゃ食べてる。そう、もう明日木曜日、早いでしょう。木、金、土、日。お話し会何話すの？もうそれぞれですよ、何でもかんでも。いろんなこと、何でもいいよ。今週早いね。まあそうかな。小判ありがとうございます。
確かに、だってこの前お話し会したばっかだもんね。なのにもう木曜日か。そう思ったら早いのかな。だるま、ありがとうございます。人生相談話せる？その時間で人生相談。でもまあ四国、明日の四国が終わったらしばらく公演またないのでお話し会だね。真剣に乗ってくれるって、真剣な相談だったら真剣に乗るよ。真剣な相談だったら真剣に乗るけど、真剣な相談じゃなかったら真剣に乗りません。話して時間切れね。私が喋ろうとした瞬間に聞くだけ聞いて切れるかもしれん。真剣な相談、真剣な相談。ちゃんとした真剣な相談は真剣に乗るよ。大阪の私服のテーマ、ないよ。私服です。テーマは私服は私服です。そう、私服は私服。私服か、トークに困るなって。コスプレ任せにしない。翼欲しいさん、クマありがとうございます。そうね、ピンクか白だね。白ピンク。そう、コスプレはオンライン限定、オンラインで散々するからたくさんあるでしょ。2月の頭も、目標だっけ、2月の頭からコスプレだから。私服は私服。うよーめよー。あ、そう、メイドとかもあるね。2月はバレンタイン、バレンタイン。今日はね、キッチンのね掃除をしたんですよ。磨き、キッチンのあの流しの中のあれ開けて中まで磨いたんです。と、自炊への一歩。いや、料理配信しようとはしてないよ、全然。けど今日はたくさん磨きました。何も作ってはないけど磨いたので。そう、グレーのやつたちを。
やスーパーに行ったっちゃ行ったんですよ今日も。またなんかウォーキングがてらにスーパーに行きがちなので、まあ、スーパーには行ったんですけど、今日何買った、あフルーツ買っただけ、フルーツ買ったんと、時期に届くかな、なんだろう調理道具、スーパーには行った、ね、あ、お米の調子じゃない、お米の様子も見ましたよ、お米の虫いるかどうか、いなかったです、お米の調子、お米の様子、様子良かったです、虫なし、お米のよ、お米、お米の様子を見た、元気してるかなって、あとだからお米はあるから、あとはおかずですね、元気ですか、卵、ハム、玉ねぎ、オムライス、卵とハムとウインナーとかあればもう簡単に食べれる、あ、チャーハン？オムライスかと思った、卵とハムと玉ねぎ、鮭おにぎり？鮭？あ、鮭いいね、確かに、鮭、鮭焼けばいいのか、確かにめっちゃいいね、鮭ハマってるから最近、鮭食べたい、鮭、朝ごはんに鮭とかめっちゃいいじゃん、鮭いい朝ごはんじゃん、高木さんお疲れありがとうございます、お疲れ、鮭と味付け海苔、海苔ある、最近ね海苔持って帰ったんですよ実家から、あの美味しいやつ、牡蠣醤油みたいな海苔、牡蠣醤油海苔あるんですよ、鮭フレーク美味しいよね、わかる、鮭フレーク好きでした、もうご飯に鮭フレークをかけてるだけで美味しいから、かき醤油、ね、牛丼屋さんの朝定食みたいなのできるわ、鮭に、海苔に、お味噌汁に、米、牛丼屋さんに鮭定食あるじゃん、あるところはある、鮭定食、たまに食べます、食べたくなった、でもあれ朝しかないよねあれって、こんばんは、6時11時か、朝だね、
スキルで作ってた鮭定食。鮭食べたくなった。めっちゃ脂が乗ってるやつね。朝定食の口になった。私もまだ早いよ、まだ深夜、深夜にもなってない、夜ですので。寝たら忘れるかな。こんばんは。ああ、コンビニのさっきのおにぎりわかるよ。ちょっとお高めのね、ローソンのねやつとか、鮭ハラミ、あれの鮭だけ食べたいな。あ、出た、ローソンで買った雪鮭ハラミのおにぎり食べちゃいました。美味しいよね。しかも結構がっつり鮭入っとるもんね、あれ。確かに。あと10分。私の今目の前に見えてる時計ちょっと早いんですよね。1分早い。朝定食わかるよ、食べたいけどまだ早いもん。あと5時間ぐらい待たんといかん。時計ね、40秒ぐらい早い。まあでもありがたいよね。あのあれです、見せたことある気がする。ライトで光ってる白い時計、湿度と温度が分かるやつ、気温。40秒ぐらい早いけど、でもちょっと時計早い方がいい、準備するときとかに。遅れてたらやばいけど、早いぐらいはちょうどいいです。やばい、なんか1分刻みでさ家出るじゃん。家出るときって53分に出るみたいな、1分刻みで出るけんさ、家今日は56分ぐらいに出ようみたいな、そういうときにまあ早いの見たらちょっと余裕あるから、現実の時間よりも、ね、あ、まだ40秒ぐらいあるみたいな。家出る前のね数十秒大事なんで。そう、スマホ、アラームはスマホ。くまさん、だるま、ありがとうございます。ね、ギリギリまで粘って、まあ、ここまでに出ればいいみたいな。ギリカドキエ、あれは目覚まし機能あったっけ。あったよね、竹内先輩の衣装の私の時計どこ行ったんだろう。早い時間で余裕こいで遅刻、うん、ダメじゃん。あ、目覚まし機能はないのかね。公式グッズで時計昔あったよね、私も持ってるや。意外と長持ちしてる。でもあれ電池式だよね、だから電池入れ替えたら結構持ちそう。
電池式。あと5分ぐらい。あ、竹内先輩のユキリカの時計使ってますって。いた、竹内先輩の時計仲間ね。竹内先輩のやつだよね。私もあるよ。どこにしまったかな。ね、めっちゃ前のやつだわ。僕大初期の。こんばんは。まあ、時計一個あればいいもんね。そんなサイサイグッズで出てもね、買わないもんね。だからまあ頻度的にはちょうどいい。毎月出ても困るよね。家中時計だらけ。逆にでもいいね。生写真みたいに毎月今月の時計。秒針の音が響きますわ。でもいいじゃん、どこ見ても時間わかるじゃん。いろんなとこ置いたらね、あっち見ても時間わかるし、こっち見てもわかるし、下見てもわかるみたいな。どこ見てもわかるみたいな。めっちゃいいじゃんね。下にも一個床用時計、床用。そう、確かに寝るときに。確かにね。まあ慣れるよ。慣れです、慣れです。喋るユキリカ時計。へえ、それもあったっけ、回るやつ。そう、床時計。慣れるよ。テレビついててもさ、寝れるときは寝れるじゃんね。だからどんだけうるさくても寝れるときは寝れるよ。青くて回るやつ。そんなのもあったかな。寝落ちしかけてた。もういいよ寝て、あと3分だし。寝な寝な、おやすみ、おやすみなさいね。さすがにもう売ってないと思う。ショップに行ったらあるかもしれんけど、もうないでしょ、目覚まし時計とか。おやすみなさい。何おやすみの一言って。電波時計が夜中に針がぐるぐる回っててびっくりしたことある。え、たまにあるよね、電波時計。ある。たまになんかめっちゃ早くね、回ってるやつでしょ、秒針が。私も見たことある。あるある。おやすみボイスはまた次の目覚まし時計の時にでもゲットしてくださいね。調節してる時めっちゃ早く回ってる。よし、あと2分ぐらいかな。あと2分ぐらいかな。デジタルのやつね。私もデジタルのやつ。2分。じゃあ男女読みます。13位、エレメンツさん。12位、キチネさん。11位、アキアンさん。
10位たっくんさん9位いずちゃさん8位小鳥さん7位ひとしさん6位つばせほしいさん5位やするぱんさん4位みきやくん3位ぶんごさん2位やすべえさん1位うどむさん、ありがとうございました。お札様が誕生日、そう明日生誕祭だからね。6時半楽しかったですって、また明日も来てね。毎日やってるからまた来てね。明日は公演です。あと30秒、おやすみなさい。早く寝るんですよみんな。おやすみなさい、早寝ろ、おやすみ。